頑張れ。ジャイアン。は、2001年3月10日に、ドラえもんのび太と翼の勇者たちと、同時上映公開された、ドラえもんの映画作品である。26分20秒。ドラえもんの登場人物であるジャイアンこと、郷田武史の活躍を描いた物語。原作単行本第40巻、泣くなジャイコよと四44巻、ジャイ史の新作漫画をベースとしており、 田中同盟が作画を担当した漫画版も存在する。冬のある日、ジャイ氏は、シゲルでモテオットという少年に出会う。漫画描きという共通の趣味で二人は、意気投合し、同人誌の発行を目指して、一緒に漫画を描くことにする。協力して、執筆を続けるうち、ジャイ氏はモテオットに次第に惹かれ始める。それを知ったジャイアンは二人を引き合わせるべく、のびたや、 いつもの仲間を巻き込んで作戦を開始するが、これが大失敗。ジャイシは自暴自棄になり、兄に怒りをぶつけ、漫画の原稿を放り出してしまう。風に乗って街中へと散らばってゆく原稿。ジャイアンは、ジャイシに、俺を嫌いになるのは仕方がない。でも、漫画を描くのを嫌いになってはダメだと励ますのだった。妹に夢を捨てさせたくない。ジャイアンは原稿を追って、 雪の降りしきる中を駆け出してゆく。ジャイアンの初主演映画であり、また彼の妹のジャイ氏も、また実質的に主人公と言ってよや使いを受けている。原案となったのは、天童シコミックス40巻収録、泣くなジャイ子よ、44巻収録、ジャイ氏の新作漫画の両短編作品。伸びた同様に、映画では、途端に格好良い役柄になると言われる、ジャイアンの男気や、 妹思いの兄貴ぶりをふんだんに味わえる作品。要所要所で、シャミセンを使った効果音が流れる手にや、和風作りのジャイアンの実家の雰囲気、そしてテレビで、林家三平が出演しているなど、昭和40年代を思わせる演出も特徴的。ちなみに、三平役の声優として、死の次男である林家一体らが出演している。ジャイアンの代名詞と言うべき歌は、 作中では一度も歌っておらず、そのことに関して TV スペシャルの時にスネオに言及されている。また、田中同盟によりコミカライズ版も執筆されている。ジャイアンの実家はゴーダ雑貨店という名前であるが、この作品ではゴーダ商店という名前になっている。この店名はジャイアン役が縦壁和也から木村すばるになったアニメ第2期でも用いられている。エンディングでは、 ジャイ氏の部屋のカレンダーが2015年の2月になっている。顔は映らないが、ジャイアンが映った写真を直すジャイ氏と思われる人物の左手薬指には指輪がはめられている。配給収入、観客動員数、配給は伸びたと翼の勇者たちを参照。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。